はい、こんにちは、竹下敦です。今日ね、竹村さゆりさんの命日ということで、なんとなくですが、頭を丸めてきました。さっぱりしたでしょ。あとね、今日は歯医者さんに行ってまいりまして、あら、こちらの歯が綺麗に揃いました。はい、非常にいい感じですね。ちょっとここのとこね、食事を不摂生いたしまして2キロほど太っちゃったんですね。でね、こりゃいかんということで、ダイエット中でございます。はい、20日の日に、熱海へね、師匠である、レイ・アルフォンソ・昭和田さんの宅へ、お邪魔する予定でございます。本当に子供の頃からね、本当に本当に憧れて欲しかった、欧米商社のね、アダマス聞かせていただけるんじゃないかと期待しております。なんかね、オベーションは時期によっていろいろタイプがあるんですが、レイ・アルフォンソ・昭和田さんが持ってるのはおそらく本当の初期の初期で、もしかしたらプロトタイプかもしれないんですよね。でプロトタイプだと、若干ね、構造が違ってちょっとこうややこしかったりするらしいんですが、いつもお世話になってますね、黒沢楽器の、ドクターサウンドさんの方で、プロトタイプでも、メンテナンス可能だということで、ちょっと安心しております。東京はね、だいぶ天候が回復して、晴れ間が覗いております。ただね、九州から西日本の方はね、まだ雨が降っていらっしゃるようで、本当にね、お大事になさってください。気をつけてください。とても心配しております。これからね、徐々に、週末に向かって天候が回復するようで、ご迷惑にならない程度にね、そっと、熱海の方にお邪魔して、そして本当は泊まりたいけどちょっとね、迷惑になるかもしれないんで、ケースバイケースですかね、泊まらせていただけるようだったら泊まらせていただきたいですし、ちょっと無理なようでしたら、日帰りで帰ってきたいと思います。そんなわけでね、今日一日いろんなことがありました。やっぱりね、大事なね、人を亡くしたというのは、とてもショックのことでありますが、笑ってね、一周忌を迎え、天国へ旅立って行ってくれればと思います。それではね、なんか個人的な話ですいませんね。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。See you next time です。